どうも、唐揚げ大佐です。今日も元気に、スーパースター2期の、あらすじ、&感想、やっていきたいと思います。見事地区大会を突破し、遊女生徒たちも祝福モード。次は前回敗退した東京大会。王者サニーパッションとの直接対決となる。そこを突破すれば、いよいよラブライブ本大会だ。が、なんと、サニーパッションは地区大会にて、とあるスクールアイドルに敗北を喫していた。そのアイドルとは、因縁の、ウィーン・マルガレーテ。サニパが負けた。その衝撃に全員に動揺が走る。果たして今のままの自分たちで勝てるのか？勝てなければ上海に連れ戻されてしまうグーグー。そのことを一人知るスミレは焦る。前回の映像を見直しても、やはり1年生の力不足が見て取れる。マサナオ決勝進出は厳しいだろう。1年生には、さらなる努力を求めざるを得ない。そうなると活動自体が辛いものになってしまう。しかし空空自身は、あくまでも9人で楽しく勝負したい、という。それが空空の目指したスクールアイドルだ、と。絶対に勝たなければ、スミレは一つの考えに至る。それは、まだまだ未熟な1年生に、今回は欠場してもらい、5人のみで、より完成度の高いパフォーマンスをすること。1年生たちは理解を示すも、自分を知らないカノンはもう反対。9人でリエラ。全員で勝たなければ意味がない。激しくぶつかる2人。勝ちにこだわるスミレだが、気持ちはカノンと同じ。それでも空空のため、悪者になる覚悟はできているのだ。気まずい空気のまま、練習にならず解散するメンバー。そんな中、ある覚悟をもとに、1年生はスミレの元へ。今回は、2年生の5人のみで歌ってほしい。そして、学校のためにも勝ってほしい。その、確かな決意に心を痛め、揺らぐスミレに、空空は優しく声をかける。今まで散々喧嘩をしてきた、素直になれない2人。だが、今回ばかりは本当の気持ち溢れるスミレ。もっと空空といたい3年間一緒にアイドルをやりきりたい上海に帰ってほしくない。空空が帰ってしまう？衝撃の事実に困惑するメンバー。自分を支えてくれた空空を支えたい、助けたい。スミレの本当の思いを理解するメンバーたち。大嫌いで、大好き。そんな空空とスミレの、不器用ながらも誠実な絆。それは間違いなく全員に伝わった。9人で、真の勝利のために、地獄の練習の日々が幕を開ける。しかし、その表情は明るく、決意に満ち溢れたものであった。以上が、日給は、勝利のために、のあらすじです。感想フェーズ、入ります。おおお、セイントスノーの二の舞じゃないの。楽曲の披露もなく、突然の敗退。キャストさんがかわいそうだな、といった印象。ミスが原因で敗退したセイントスノーと違い、ガチで挑んで負けてるので、もう完全な負け。ちょっと、かませ犬というか、不遇すぎんか？目元が腫れているのが辛いですね。どうあがいても勝てる展開が見えないんだよな。いや、メタ読み的な話ですがね。仮にここで勝った場合、ウィーンって何だったの？ってなりませんか？パターンとしては、1、普通にリエラが負ける。2、ウィーン危険によりリエラ不戦勝。3、シード権的にウィーン本戦へ、そこで直接対決。あとは派生で、ウィーンが勝利するも本戦には進まず、リエラが繰り上げ進出、とかですかね。次回は準備会みたいですので、次次回、東京大会と考えると、雑に1話で本戦はやらないやんね。もう1話あるなら話は変わってきますが、クールも中途半端ですし、読み切れませんね。もし勝てた場合、3期で、改心したウィーン・マルガレーテの、加入フラグとなりそうですね。旧敵マルガレーテに対し、強行策に打って出ようとする夏美、そしてさらに、謎の薬品をしきちゃんが用意。セコイ作戦で意気投合する二人、何はともあれ、着実に仲は深まっているようです。それにしても悪い顔だな。重大な分岐点でなお、みんなで楽しく歌うことを選んだ空空。カノンとはじめ、5人になり、9人になった。しかし、はじめは一人で騎乗にも、ビラ配りをしていた空空。もしかしたら、始まりもせず、連れ戻されていた世界線もあったかもしれません。そんなスクールアイドル空空にとって、仲間とは、想像以上に大きいものなのかもしれませんね。まさしく迫真の演技。カノンがここまで声を荒げるのは初めてですね。そして、スミレの複雑な心情を表現するペイちゃん。本当に引き込まれます。自分がそこにいるような、気まずさや、緊迫感が、いい意味で感じ取れました。ここで思います。サンシャイン、未熟ドリーマー並みの神回なのではないか？と。いつもは意地を張っている二人ですが、本当の気持ちが溢れ出します。なんというとうとさ、なんという神回。一気でスミレを支えた空空を、二気ではスミレが支え返す。これぞ青春、という輝き、そしてきらめき。俺たちが見たかったラブライブはこれだ。かっこ前回から目をそらしながら。なんとなく仲良しの喧嘩友達から、確かな絆の親友になりました。絆パワー。あ、あれ？レンちゃん。前回から、見違えるほど恋回となりました。果たして、強敵マルガレーテに対抗できるのか？先ほども述べましたが、来週は準備会。いや、さらなるメンバー覚醒会とならなければ、突破は困難。特に1年生ですね。頑張れ、リエラ。といったところで今回を開き、ご視聴ありがとうございました。